若い人と飲んだことで楽しみにできちゃいました。はい、おはようございます。受験生の方、受験票を確認しますのでお手元に持ってこちらへ来てください。はい、なんかすごい緊張してるけど、でもみんなも緊張してるから、やっぱり最後は自分の力でやりきろうと思います。あとはいつも通り、はい、そんな感じです。この2年間皆様が旅行とかも行けない方々が多かったと思うので、この東京ドームに全国のお祭りと美味しいグルメが集まっているので、そのグルメとかをここで味わっていただいて、現地の本物にまた足を運んでいただくきっかけを作るイベントにしたいと思っております。なんかいろんな県のなんすか、ね、美味しいものが食べれたりするので、とってもいい場所だなっていう、なんか旅行に行った気分になりますね。2年休みの間は、いや何十年もやってましたから寂しくてね、もうね、もう本当たまんなかったんですよ。やっとコロナが収まったからね、今年はね、あもう出たもんだから嬉しくてしょうがないですね。ボロ市しかね、売ってないものもあるんですよ。でボロ市しか売れないものもあるし、だから楽しみにボロ市に来るお客さんもいるわけですよ。740軒お店があるんですからね。古い着物だったり、あの洋服だったりとかもなかなか日常では見れないので、そういったものをあの家族で見れるっていうのは一つの楽しみだと思います。はい、こういうの。どうですか？美味しいです。だいたい2時間ぐらい並びました。2時間の味で怖い。子どもたちを私が見守っているように、私も誰かに見守られてたらいいのになっていうふうに思って書いたんですけど、書くことで自分の自浄作用というか
カウンセリングというかそういうふうにもなっているので、自分で自分を見守ってあげられたかなっていう感じですね。まあ、東日本大震災を、まあ、もちろん受けて、今の地点から振り返った時に、見える風景というのを書いたんですけども、忘れられるっていうことに、まあ、少しささやかな抵抗になれば結果的にですけどね、いいかなと思いますけども。小説はすごく自由である。小説を書こうとするとこういうことしちゃダメだとか、はい、こういうことしないといけないとか、そういう思いにどうしても人間駆られてしまうというか、小説自体が持つ重力にすごいこう引っ張られてしまう瞬間っていうのがあるんですけど、面白ければ許されるっていうところは、まあ、いろんな小説を読んで僕が学んだことかなとは思いますね。主人公が生まれてから死ぬまでを書いている中で、主人公と寄り添う時間が長かったおかげで人間ってすごく変化するんだな。今回初めての歴史小説だったんですね。市井の人間の苦しみとか悲しみとか生きがいとか感情とかを書きたいなと思っているので、そこは時代劇でも変わらないなと思ってこういう書き方をしたんですけど、このような評価をいただけてとても自信に思ってます。